ターゲベルクから望むバートヘルスフェルト旧市街、バートヘルスフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のヘルスフェルトイコールローテ軍に属する市である。ヘッセン州北東部に位置する、この町は演劇祭と温泉の町として知られる。バートヘルスフェルトは、何よりも1951年から、毎年、修道院跡で開催されている、バートヘルスフェルト演劇祭で、 全国的に有名である。この修道院跡はヨーロッパ最大のロマネスク教会の遺構とされている。バート・ヘルスフェルトの歴史は8世紀にまで遡る。この町は古田川やハウネ川とその支流が作り出したヘルスフェルト盆地に位置している。内市街は古田川砂岩にある。この市街地内でガイスバッハ川がすぐ下流でゾルツ川がウガン川から古田川に合流する。 南西側にはホーゲルスベルク山地、北西側にはクニュル山地、北東側にはゾイリングスバルトがある。市の最低地点はゾルツ川が古田川に合流する地点の海抜195メートル、最高地点は海抜408メートルのラックスベルクである。本市は定義次第で北ヘッセンにも東ヘッセンにも含められる。最寄りの大きな町としては、 北 52km のカッセル、南西 79km のギーセン、南 36km のフルダ、東 45km のアイゼナハがある。ドイツ木組の家街道がバートヘルスフェルトを通っている。旧市街はフルダ川とガイスバッハ川の間に堆積した砂利や、歴が堆積した中積線上地に位置する。フルダ川の谷の土壌も、そのほとんどが堆積した。 関心余の砂利や歴で構成されている。そこを、交心余由来のオード層やローム層が貫いている。露出している岩層の多くの部分が、ブンター島中期に属す。四周辺の山並みは、本質的に、ゲルマン三条期の作り山運動によって形成された。川谷を覆う砂利や歴の大部分もこの増山運動によって作られた。ブンター島の作り山運動で、西部と東部は、 海抜約400メートルに達した。例えば、シュテラースクッペやハウクッペなどである。東のビッパースハインコーチではこの層は海抜440メートルに達した。ブンター島中期の地層の下側の境界は海抜約110メートルに見られる。これよりも新しい三上期の地層は市内では分散して小さな面積で現れているだけである。例えば、 多くの小川の水源地となっている、レート構造などである。水源は、市の外側にある、さらにムシェルカルク島前期から、中期の土地もある。この層は、西から東に向かって、幅110から460メートル、長さ約4600メートルにわたる地層をなしている。これが、ヘーネス、ベーネベルクといった高台と内市街北部の空と、オーバーローデとの間を伸びる、 いわゆるヘルスフェルト地溝である。この地溝は、約2億年前に初めて溝が開き、当時まだ浸食されていなかった、石灰層をこじ開けた。その後溝は再びやや狭まり、石灰層は終局した。この石灰石は、1960年代になるまで、カルコベス、ヘーネス、オーバーロー,ローデで採掘され、石灰調整所で、肥料、建築資材、 漆喰に加工されていた。三畳期の最も新しい地層、例えば、コイパー島初期の砂岩は、溶岩層に守られた地域にだけ存在するもので、本市では見られない。ジュラキや白亜紀の間の土地の流起によって、これらの地質時代の地層は存在しない。中心夜の火星岩は、ハウクッペなどに現れている。ここでは露出していない、ブンター島初期の岩層は、 町の地下約90メートルから390メートル下に存在している。その下にクバイ島の層が続く。クバイ島初期の地層から2つの光線が湧き出している。クバイ島後期の層はカリシを採取するためにベラ川沿いやフルータ川沿いの400メートルの深さから採掘されている。現在の内市街はターゲーベルク、フラウエンベルク、ベーネベルク、 ベンデベルクの斜面に広がっており、マイゼイバッハ川やガイスバッハ川の谷に達する。地域の南西から北東までの幅は約 4.5km、北西から南東までの幅は約 3.5km である。フルダタールにある旧市街は東山約 960m、南北約 570m、面積約40ヘクタールの楕円型を成している。フルダ川は かつては、市者会となっていたが、現在は、旧市街を囲む都市リングを表出している。地域面積は73.81平方キロメートルである。ヨハネスベルクからのバートヘルスフェルトの眺望、バートヘルスフェルト市は、内市街のほか、アルマースハウゼン、アスバッハ、バイアースハウゼン、ヘーネス、カトゥース、コールハウゼン、ベータースベルク、ゾルガの格式及び愛避抱フ。 コーエルフとヨハネスベルクの3地区からなる。内市街地域は市区とはみなされていない。旧市街はシティフツベチルクとその東に位置するウンターシタットに細分される。この間に旧市街の最も古い部分が位置する。シティフツベチルクの西に位置するクアベチルクも内市街に含まれる。さらにカルコベス、ベーネベルク、チラースグルンとオーバーローでホーフヘールガンス。 メンヒエスも内市外に含まれる。バートヘルスフェルトは、北から時計回りに、ルートビヒスアウ、フリーデバルト、シェンクレングスフェルト、ハウネック、ニーダーアウラ、キルヒハイム、ノイエンシュタインと境を接している。中央ヨーロッパに位置することから、バートヘルスフェルトは温暖な気候圏に位置している。局地的には、周辺のヘッセンやチューリンゲンの山に囲まれたフルダタールに守られている。 バートヘルスフェルトの年間平均気温は比較的高い摂氏8.7度であり平均年間降水量は718.1ミ、mm、リメートルしかなくかなり乾燥している平均年間日照時間は1385.4時間である長期平均で夏日は年間34日冬日は86日真冬日は22日である2008年から バート・ヘルスフェルトにはドイツ気象庁の自動化された速攻所が置かれている。この速攻所は、ビッパースハインコーチの北西斜面、市街地より約60メートル高い位置にある。文書化された伝承によれば、バート・ヘルスフェルトの歴史は、修道士シュトゥルミウスが736年に、ヘアールフェスフェルトに王を結び、ルルスが769年に、同じ集落に、ベネディクト海、 ヘルスフェルト修道院を創設したことに始まる。二人は伝道司教、ボニファティウスの弟子であった。発掘調査では、紀元前2000年頃の新石器時代の集落跡、紀元前1200年頃の青銅器時代の墓、紀元前400年頃のラテーヌ時代の出土品が発見されており、かなり古い時代からこの町の地域で定住がなされていたことが示されている。 ヘルスフェルトは1142年に初めて市場長として1170年には都市として記述されている。その後の世紀に修道院の権力は衰退し大空位時代以降は神聖ローマ皇帝に頼ることもできなくなった。1373年からヘッセンホーハ白が防衛同盟を介してこの町に影響力を持った。年のタリスナハトに 修道院と死との間の権力闘争がピークに達した。1439年に市の大部分が火災によって失われた。この町の最も古い木組建築は1452年に建造された生後旨である。修道院長ルートビヒ5世は修道院の建物をベーザールネサンス様式に増改築することでこの町に何世紀も残る。 建築の花を咲かせた。現在も、旧市街には、例えば旧貨幣鋳蔵所ろや愛避法府、城といった建物が残されている。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれた、ヘルスフェルト1525年のドイツ農民、戦争によって、市の大部分と修道院は、ヘッセン領となった。 1606年の最後の修道院長政挙や1648年のベスト・ファーレン条約によってヘルスフェルト修道院の帝国療法は世俗のヘッセンカッセル法白料となった。7年戦争では1761年に修道院協会と修道院の建物が消失した。1807年にはナポレオン占領軍によって町はほぼ完全に破壊された。 バーデンのリング中佐がナポレオンの命令を言葉通りに遂行したためであった。彼は4つの建物に火をつけることで町の4方向すべてを燃やすことを起都し実行したのであった。1821年にヘルスフェルトはヘッセン選定公領ヘルスフェルト軍の軍長所在都市となった。早くも1866年に駅が開業し鉄道交通が稼働した。 1938年からヘルスフェルトはインターチェンジによってキルヒハイムからカッセルに通じるアウトバーンに接続した。1945年、捕虜となった二人の司令官がヘルスフェルトの平和的異常を保障し、これによって町は二度目の破壊を免れた。町は1949年からバートヘルスフェルトの名称を用い、1963年、 以降ヘス編集指定の温泉町となった。旧ヘルスフェルト軍とローテンブルク軍との合併により、バートヘルスフェルトは新たに創設された、ヘルスフェルトイコールローテ軍の軍庁所在都市となった。1918年7月1日に、それまで独立した町村であったカルコベスが合併した。1928年に、グート別力マイゼーバフ派がこれに加わった。この地域は、 現在のヨハネスベルク市区にあたる。1971年12月31日に、アルマースハウゼン、バイアースハウゼン、ヘーネス、カトゥス、コールハウゼン、ペータースベルク、ゾルガが合併した。バートヘルスフェルトの人口推移1525年の、この町には400人の男性が住んでいた。これはおそらく、ハウスゲゼッセネンのみの数字である。 30年戦争前の1614年には725個であった。この時代の町の人口は3300人から3600人と推定される。町は18世紀半ばにやっとこの人口を回復した。30年戦争後人口はゆっくりと増加した。度重なる戦争、薬病、飢餓によって人口は何度も逆戻りした。19世紀半ば、 死壁の外にまで種が拡大し、繊維産業や機械製造業が盛んになって初めて人口は大きく増加した。1910年から1913年の間に人口は1万人を超えた。第二次世界大戦後の1946年から1950年までの間に2万人を超えた。旧ドイツ東部領土から追放された人々が、 流入したことでこの町の人口は1962年までに約2万7千人となり、1987年から1994年までの間に3万人を超えた。ハヘッセンエージェント GMBH は人口構造や人口集中地域への予想される移住によって、本軍の人口は2020年までに約6%減少すると想定している。この減少は、 この町にとっても同じ時期に起こることが予想される。ヘルスフェルトの福音主義市教会、バートヘルスフェルト市の地域は現在、クワヘッセンバルデック福音主義教会と、これとほぼ同じ地域を管轄するカトリックの古出市教区に属している。この町は、福音主義信者が多数を占める。二大教会のほかに、様々な教団や自由教会が、バートヘルスフェルトにある。 例えば、地方教会共同体、福音主義自由教会組織、エヴァンゲリウムシュリステン・バプティステン、セブンス・デー・アドベンチスト教会、自由キリスト教会などである。さらに、紳士と派教会やエホバの承認の教団組織も、ある。市内3つのモスク組織に約700人のムスリムが、属している。バート・ヘルスフェルトの市長者2016年3月6日の、市議会議員選挙以降、 この町の市議会は39議席で構成されている。ロッター・アルザイツが市議会議長、グンター・グリームが筆頭議員に選ばれた。2010年11月21日の決選投票でトーマス・フェーリングに勝利し市長に選出された。2016年9月11日の選挙では第1回投票でフェーリングが52.5%の票を獲得してスピード候補者。 カルステン・ォルマーに勝利し、2022年までの市長に再選された。第二次世界大戦後の市長を列記する。ズ柄ガラ、左右に分割は青字で、左に向かって立ち上がり、金の冠を被り、金の爪を持ち、9回入れ替わる赤と白で塗り分けられた獅子。向かって、右は銀字で、株が尖った赤い服十字。 1256年から使われていた最も古い印象には、セービークベルトが14世紀の小さな印象には、マインズの輪と共に、ベネディクト界、ヘルスフェルト修道院の守護聖人諮問というだたが、修道院の印として、副十字が描かれていた。最後の印象は、後期ゴシック様式の詩の印象である。 1525年のヘッセン砲白フィリップによるこの町の占領後にヘッセンの獅子が描かれるようになった。1559年からは獅子と副十字の組み合わせが死の紋章に初めて現れ、17世紀以降書物にも描かれるようになった。新しいロゴが描かれた町の標識。下部には姉妹都市の紋章と名前が記されている。副十字はヘルスフェルトの 副十字という名で知られている。ヘルスフェルト十字は、ロレーヌ十字とよく似ている。副十字は、後期ゴシック様式の詩の印象では単独で、用いられている。紋章は、はじめ、二分割で、向かって、左側に島まで塗り分けられていない詩詩が描かれ、向かって、右半分に先端が、ゆり型になった副十字が、半分だけ描かれていた。これは2008年に、 デザインされたバート・ヘルスフェルトのスタイリッシュなロゴに再び採用されている。このロゴはマーケティング目的や市のインターネットサイトで使われている。市の色は銀と赤である。旗は赤と白で紋章が描かれている。1962年から市は毎年バート・ヘルスフェルト演劇祭に伴って当該演劇シーズンの俳優にヘルスフェルト賞を授与している。 この他に市が授与している賞として、ウレンドーダークルチフィクスがある。これは、ハイソン・ウレンドーデで発掘された11世紀初期の制動性十字画像の鋳物のことである。毎年演劇祭の後に、修道院跡で、バートヘルスフェルト歌劇祭が開催される。音楽活動サークル EV は1961年から、演劇祭の季節に合わせて、修道院跡、私立ホール、 ヨハンゼバスティアンバッハハウスにおいてバートヘルスフェルト演劇祭コンサートを行っている。さらに私立ホールやヨハンゼバスティアンバッハハウスでは年間にわたってシーズンコンサートが開催されている。例えばヘッセンとチューリンゲンの国祭バッハの日毎年樹南州と復活祭に上演される大規模合唱作品や室内楽の名作が演奏される。さらに6月の 1> 第1週末にジャズイコールフェスティバルが開催される。国内外のスターやこの街のグループが、週末の真中朝から夕方遅くまで、スイングジャズ、ビートジャズ、ブルースで活気づく。このフェスティバルは年々規模が拡大し、あらゆる地域から多くの観客を集めている。秋には、毎年クロスイコールミュージックイコールメタルイコールフェストが開催される。 このフェストには世界中のハードロックやメタルロックのバンドが数多く参加する。2009年から9月または10月に開催されヨーロッパ中から観客を引き寄せている。2008年には初めて2日間にわたって開催された。修道院跡に設けられたヘルスフェルト演劇祭の舞台毎年夏にバートヘルスフェルト演劇祭が開催される。 演劇祭シーズン以外にも私立ホールで演劇が上演されている。私立博物館が入居する旧修道院の建物、バートヘルスフェルト私立博物館は、修道院教会跡の南に立つ唯一現存する旧修道院建築に入居している。市や修道院の歴史部門のほかに、市の思工業分野の展示は特筆するに値する。集会ホールや,や会では、 入れ替え展示がなされている。2011年10月、工業保護文化財に指定された、シルデシャの首都クベルクハレに言語とコミュニケーションをテーマとする参加型展示が開館した。現在、九州道院学校の隣に、コンラート・ドゥーデンを記念した小さな博物館がある。ドゥーデンは1876年から1905年まで校長として奉職し、現在この学校は、 彼の名を冠している。ハウスメイリシュ・シェーンベルクは、旧メイリシュ・シェーンベルク軍の郷土資料コレクションを展示している。2006年以降、バートヘルスフェルト貯蓄銀行本店には、小さな貯蓄銀行博物館があり、この金融機関の歴史や銀行活動の変遷について紹介している。ヘルスフェルト修道院協会旧市街には、216棟の 保護文化財に指定された建造物がある。旧市街の西側に修道院協会の遺構がある。このヨーロッパ最大のロマネスク教会の遺構はバートヘルスフェルト演劇祭の会場として利用されている。クロスター別力にはカタリーネン等があり、その中にドイツで最も古い日付の名を持つ金、ルルスグロッケが設置されている。この他に修道院旨の一翼や 死壁の遺構が現存している。レオンハルト・ミュラー・アンランゲの二つのノルット・シュール池は死の堀の残骸である。この公園には1378年に市民がシュテルナー同盟の攻撃を逃れた場所にビタリス十字架の複製がある。十字架のオリジナルは博物館で見ることができる。この楽しの,の防衛施設の遺構としてはウンター・シュタットにクラウス島、ミハリ、牢獄島、 やや小さい火薬塔がある。さらにヨハネス塔は通りに、ゴシック様式の礼拝堂を持つ1239年に設立されたエリーザベト病院がある。修道院以外の建物としては、アイヒホーフ城や、旧プロプス対ヨハネスベルクの遺構がある。この両建築は、旧市街から約3キロメートル離れた場所にあり、クワパークを通って、徒歩で行くことができる。旧市街の中心に、 ゴシック様式の市教会がある。14世紀に建設されたその教会塔は、バート・ヘルスフェルトの象徴的建造物となっている。教会広場には、木組建築が密集している。その中に1452年に建造された本市で、最も古い木組建築である、旧西軍棟がある。市教会のすぐ隣に、市庁舎がある。この市庁舎は、1371年頃に、 ゴシック様式で建設され、1607年から1612年に、ベーザールネサンス様式に増改築された。その他の木組建築群は歩行者専用地区にある。ここでは特にクラウス通りの豊かに装飾された、ジンバーマンスハウスが特筆に値する。かつては、修道院の法廷であったリング広場に、バーデンの司令官リングフォン・リンゲンフェルトを記念した、立像がある。 彼は1807年にナポレオン軍によるこの町の焼き討ちを防いだ人物である。その近くにマルクト広場があり、ゴシック時代にここには旧造兵所をはじめ上流階級の屋敷があった。それらはルネサンス時代に改築され、向かい合うヘルスフェルト修道院の最後の流星期に建てられた木組建築と同じような破風が設けられた。ノイマルクトには木組建築の中に リング中佐の宿舎となったリングクラウゼがある。ここには、九州動員学校や、コンラート・デューデン博物館がある。バート・ヘルスフェルトのクアパルク本市最大の公園が、クアパルクで、広さ約6.5ヘクタールである。この公園は2009年から、欧州庭園遺産ネットワークに属している。旧市街の、すぐ近く、旧市壁沿いに2つのノルトシュール池を持つ。 レオンハルト・ミュラー・アンラーゲがある。シュティフツ・別ツにも公園施設がある。この施設は2006年にシュタウデン・ガルテンが設けられ拡張された。このシュタウデン・ガルテンは18世紀半ばにここにあったバロック式庭園をモデルにして設けられた。クワパークもレオンハルト・ミュラー・アンラーゲも2006年から2007年に新たに造成された。この他の緑地施設としては フルダ湖がある広さ15ヘクタールのフルダパルク、ターゲベルクの小山にあり1930年に建設された展望塔を、ロベルト・ハイル塔が建つカール・シュトラウス・アンダーゲがある。ミュッケンシュティュルマーの群像バート・ヘルスフェルトには、中世にまで遡る記念碑が存在する。レオンハルト・ミュラー・アンダーゲのビタリス十字架は、修道院が死を襲撃した1378年の イタリスナハトを記念したものである。視聴者前のルルスの泉の1866年に建立された石像の死経像は死の創設を記念したものである。第四次大仏大同盟戦争時にヘルスフェルトを救った人物ヨハンバプティストリング・フォン・リンゲンフェルトの立像は1896年に彼にちなんで名付けられたリング広場に設置された。 1925年から視聴者広場に第一次世界大戦の死者を追悼するアルノルト・レヒベルクのブロンズ像が設けられている。この街の新しい記念碑としては、もともとはヘルスフェルト住民に対するニックネームをテーマにして2003年にリング広場に混流されたミュッケンシュティュルマーの群像、2005年にシティフツ別力に設けられたコンラート・ドゥーデンと、 コンラートツーゼのブロンズ星記念碑、ホロコーストの犠牲となったヘルスフェルトのユダヤ人を追悼して2010年9月6日と2011年3月29日に設置された合計43基のつまずきの石がある。さらにシュバルツブルク同盟の記念碑もある。全国的に有名なのはバートヘルスフェルト演劇祭、歌劇祭、演劇祭コンサートである。 これらは6月から8月に修道院跡で開催される。この他の大きな音楽イベントには、バートヘルスフェルトのバッハの日、ライブイコールジャズイコールフェスティバル、スタットユーゲントナハとメタルフェストがある。毎年約1万5000人が訪れるキンダータークは9月の第1同曜日に行われる。この時代市街は大きな遊園地となる。 ルルスフェストドイツで最も古い世俗祭の一つが、ルルスフェストである。この祭りは、10月16日が含まれる週に、開催される。他の大きな世俗祭は、イエーガーグラーベンでの射撃ギルドの射撃祭や、消防団のターゲベルクフェストがある。スポーツイベントには、ザウアーロルスラウフや、毎年夏にモータースポーツクラブバートヘルフォルトが500。 メートルの草地のコースで開催する国際バートヘルスフェルダー DMV 人口証明レースがある。このクラブは毎年6月最終週末に国際的なオペル交流会を主催している。各年1月にバルトヘッセンハレレショー、スポーツショーが開催される。この3時間のショーには200人以上のアスリート、アーティスト、ミュージシャンがヨーロッパ全土から集合する。 1975年に、法園堂田で、スポーツプレスショーとして始まり、やがて7000人の観客を集めるようになった。本市のマーケットの多くが、リング広場で開かれる。週の市は、週2回、飲みの市がラクタ市は4月から10月までの第1、土曜日ごとに開催される。さらに年に一度の市場としては、復活祭の祝日前の水曜日に開かれる、復活祭の市。 精霊降臨祭前の水曜日に開催される精霊降臨節の詩、ルルスフェストの週の水曜日に開かれるルルスクラン詩、残悔と祈りの日に開かれる秋の詩がある。また、バートヘルスフェルトのクリスマスマーケットは、リング広場に1万本の照明を灯すのが伝統である。1938年11月8日、バートヘルスフェルトのシナゴー群が焼き打ちされた。これにより、 バート・ヘルスフェルトは1938年11月の排斥運動によってユダヤ教の宗教施設が破壊されたドイツ最初の都市となった。毎年この番行を介護する追悼祭がバート・ヘルスフェルト・キリスト教会作業サークルによって開催されている。ドイツ祭統一後、バート・ヘルスフェルトはドイツの中央に位置することになり、アウトバーン A4 号線、A7 号線に面しており、 A5 号線にも近い。このことから、この町は流通業の重要拠点に発展した。この町は、ヘッセン州の地方開発計画では、上級中心の一部機能を有する、中級中心都市と位置づけられている。本市には、地域外へも出動する自営上防弾がある。地域の他に、アウトバーンに A4 号線や A7 号線の一部を管轄しており、はしご車や、 重症用救急車などの特殊車両を出動させ、近隣市町村を支えている。バートヘルスフェルトの古い業種である防石業は、丈夫なポリエステル糸を製造するドゥラフィーバー、テクノロジースが担っていた。この他の古くから地元にある、家族企業として、ローレンツモール g m b h c o、OK、KG や、2008年以降、シュトラバーク SE が過半数を有している交渉。 地下工事会社、キルヒナーホールディング GMBH がある。電子技術分野では、EMS サービス業者のアステールフラッシュ、ヘルスフェルト GMBH 及び、電子支払いシステム製造業者、ベリフォン GMBH がある。機械製造や、交通技術分野では、グレンツェバッハ BSHGMBH、リンデラーデンバウ GMBH&CO、KG、OK、 TLT ターボ GMBH、トロックス TLT GMBH が挙げられる。流通業者は、主に、ドイツ再統一後に、ここに進出した。Amazon、デア、書籍取り継ぎ業者リーブリー社の後、物流業者、RS コンポーネンツのヨーロッパハブも、バートヘルスフェルトに定住した。クリニークムバートヘルスフェルトこの他の重要な、経済因子が、 医療産業で一部は温泉を支援している。市内には以下の病院があるクリニークム・バート・ヘルスフェルトは主に一般医療分野に従事している。この他にクリニーク・イムクア・パルク、ビクベルツヘー専門クリニーク、ビタリスクリニーク及び整形外科救急病院。地元の最大の金融機関がバート・ヘルスフェルトイコールローテ貯蓄銀行である。最大の組合銀行は VR バンクフェラインバートヘルスフェルトイコールローテ、エッグである。2014年に、市の北側の市、堺沿い、ベーネベルク地区に6機の風力発電機が設置された。地元の施設局は、古田川の席で、水力発電を行っている。道路この町の近くには、南北に通るアウトバーン A5 号線及び A7 号線と、東西に通るアウトバーン A4 号線が交差する。 キルヒハイムジャンクションとハッテンバッハジャンクションがある。さらに、連邦道 B27 号線が南北交通の B62 号線が東西交通の重要な役割を担っている。B324 号線はアウトバーン A7 号線への接続路となっている。これら3本の連邦道はバートヘルスフェルトで交差する。バートヘルスフェルト駅鉄道。 バートヘルスフェルト駅はベーブラフルダ線に面している。この駅では2時間間隔でフランクフルトアムマイン空港からドレスデン行きの IC 及びアイスが発着する。地域交通は北ヘッセン交通連盟が運営している。カントウス交通会社のローカル列車は1時間ごとにカッセルやフルダ、散発的にゲッティンゲンへ運行されている。ヘルスフェルト駅の南で クニュルバルト鉄道が分岐する。この鉄道のバートヘルスフェルトニーダーアウラ間の旅客運行は1984年に廃止されており、貨物運行のみが行われている。ヘルスフェルト鉄道会社が運営していたバートヘルスフェルトからフィリップスタール行きの軽便鉄道は1993年に廃止され、シェンクレングスフェルトまでの区間は自転車道に改造されている。 公共旅客近郊交通公共の旅客交通は北ヘッセン交通連盟によって運営されている。7系統の市バス路線と5系統の地方バス路線がレーンエネルギーによって運行されている。さらに6系統の路線を RK1 が運行している。周辺町村のすべての路線が駅で鉄道に接続している。市バス路線は30分ごとにブライテン通りの中央、停留所を発着している。 自転車道、遊歩道三つの森が豊かな中ビック山地、クニュール山地、ゾイリングスバルト、レーン山地の市脈の間に位置することから、よく整備された自転車道、遊歩道網が存在する。長短の地域トレールの他に、ヘッセン州あるいは、ドイツ全域に伸びる自転車道も通っている。いくつかの例を列記する、広域遊歩道には、ビルトバン、ル,ルスプハート、フルダヘンベク、 フルダタールベイク、クルツエヘッセンがある。これらの道路の多くは、市の他に、ヘルスフェルダー・バンダーフェライン、クニュル産地協会、レーンクラブによって、保守整備されている。ヨハネスベルク飛行場航空、ヨハネスベルク飛行場は、特別地方飛行場に分類される。長さ約671メートル、幅18メートルのアスファルトの滑走路は、南北方向を向いている。この飛行場は、 ヨハネスベルク地区の海抜284メートルにある。この飛行場は1952年から1953年の間にアメリカ軍によって建設され、ホーエルフト市区のマックフィーター兵舎に属していた。当時はウェイバートンプソン米軍軍事飛行場と呼ばれていた。1993年のアメリカ軍撤退後この飛行場は、 モーターイコールフリーガーイコールクラブイブイーバートヘルス、フェルト2乗とされた。この町では日刊誌、ヘルスフェルトサイトゥングと週2回観光のフリーペーパー、クライスアンツイガーがある。両誌は2002年からディルク一編出版コンツェルンに属している。独立した広報誌、クラーテクストは2008年8月から2012年末まで刊行されていた。 2008年5月1日からファンタスティックラジオヘルスフェルトが本誌から放送を行っている。バートヘルスフェルト区裁判所通常の群長、所在地としての機関や文化と見どころの項に記載した機関のほかに、私立、ホール、ブックカフェ、コンラート・デューデン私立図書館がある。この図書館は1999年3月にバートヘルスフェルトのマルクと広場に開館した。 図書館の総面積は約1000平方メートルで2007年12月31日、現在6万5000点のメディアを収蔵しており、年間約21万点が貸し出されている。スポーツ分野では2つのプールがある、アクアフィットとクアパークのクアバートテルメである。この他に屋外温水プールがイスタールバートがある。この他多くのスポーツ種目がヤーンパルク。 ノルディックイコールウォーキングイコールパルク、スポーツグラウンドやテニス場で楽しむことができる。内市街のヤーンパルクは2000年にオープンしたスポーツ、交流施設で、ミニゴルフ場、バレーボールコート、バスケットボールコート、その他多くのスポーツ競技施設を備えている。クアハウスの内部バートヘルスフェルトには2つの公船がある。現在の温泉業は1904年のルルス源泉の 開発によって始まった。この源泉は1518年から文献に記載されていたが17世紀の洪水によって被害を受けていた。ビタリース源泉は1949年にボーリングがなされ、この町を温泉バートヘルスフェルトに押し上げた。バートヘルスフェルトは1963年からヘッセン州の温泉に数えられている。水は 硫酸ナトリウムを強く含んでいる。2006年からは、バートヘルスフェルトの天然水として、ミネラルウォーターの瓶詰めもなされている。1997年に、温泉業は民営化されたが、2004年に、経営破綻し、事業は自治体に戻された。温泉業は主に、肝臓、胆脳、胃腸、代謝疾患、精神身体疾患、運動、 骨格機関の障害、リウマチ様疾患に対する陰性及び当時が行われている。2005年に温泉施設の民営化が失敗した後、市が経営を引き継いだ。バート・ヘルスフェルトには基礎家庭学校が3校ある。ガイスタール総合学校、オーバースベルク総合学校、コンラート・ドゥデンシューレである。最後に挙げた学校は、ヘルスフェルトのミハイル修道院によって、 修道院学校として1570年に設立された。1956年からアルテクロスター修レと呼ばれた。1876年から1905年までコンラート・ドゥーデンが当時の王立ヘルスフェルト・ギムナジウムの校長を務めた。1980年にその栄誉を称えて、旧修道院学校はコンラート・ドゥーデン修レと改名された。モデル修炼オーバースベルクは、 ギムナジウムのオーバーシュトゥーフェイト、商業学校を運営している。東ヘッセン成人教育学校は、長らく本家庭及び、実家学校、専門単科大学、一般的な単科大学家庭の卒業資格を、発給している。エルンストフォン・ハルナックシューレアンデア・ゾンマーザイテ基礎家庭学校、ゾルガ基礎家庭学校、コリプリ基礎家庭学校、リングシューレビルヘルムノイハウスシューレがある。 この他に、特殊学校、フリードリヒ・フレーベルシューレがある。さらに2校の職業学校、ヘルスフェルトイコールローテ群の職業学校及び、モデルシューレ・オーバースベルクがある。また、金属職業教育センターや商業及び、サービス業教育センターもある。その他の教育施設としては、中央ヘッセン技術単科大学の経営学と、流通管理の2つの専門家庭のためのキャンパス。 社会人のための夜間学校、法的損害保険単価大学、ドイツ飛行用者アカデミー、フラウエンベルク福音主義青年教育施設、軍の市民大学、ヘルスフェルトイコールローテ軍音楽学校がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。